ちゅう、こんにちは。こんにちは。プラペチーノさん結婚してどうしようかな。でもプラペチーノさん DD だからな。アイドル、ありがとう。嬉しいだけ。今は見て、ゆずのヨーグルト食べてます。ゆずの蜂蜜をかけて食べてるんだ。もっちさん、りんたろさん、いっさん、ありがとう。晩ご飯まだ食べてないんや。でもそんなになんかお腹空いたってわけじゃないから、ヨーグルトでいいかなみたいな。 スーパーカブ、あ、そう、ずんだも私気になってんだけど、ずんだあんまり食べたことないから、まずどんな味か分かんなくて、ちょっと気になってるんですけど手が出せないですね。ずんだって何の味だろう。豆か。いつもの価格、ここが。ずんだ餅、枝豆味、あ、枝豆味ないっすか。どうなんだろうね。そう、リアちゃんの誕生日同居会めっちゃ出たいんですけど、14日出るから出ないと予想してます、私は。めちゃくちゃ10月5日誕生日の日に東京公演が、東京であるんですけど、東京公演が、花だれの東京公演があるんですけど、でも私9月14日に出るんですけど、14日10 15日出るんですけど、出るから出ないと予想してる。出たかったんですけど、みやちゅうもうすぐお誕生日なの。あ、玉ねぎたこさんだ。やっほー、嬉しい、来てくれて。玉ねぎたこちゃん、やってほしい。なんだっけ、そういうこと？16だよね、日暮らしは。16の夏。私まだ15です。なんかさん、ありがとう。やっほー、ちゃん付けで新鮮。え、嬉しい。じゃあ今度から玉ねぎたこちゃんって呼ぶね。玉ねぎたこちゃん、大工さん、ハートありがとう。お話か、嬉しい。りさん待ってる。16になっちゃ知らないとり。そうだね、私たち15ですね、まだ16歳ね。嬉しい。セブンティーン、セブンティーンじゃなかった。高校生らしいことをまだできてないから、高校で。青春送りたかったですね。確かにまだ暑いね。今日お散歩してたんですけど、でもね、さすがに暑くて、熱々でした。文化祭とか体育祭あるんだけど、出ないですね。
ないで選べるんですよね。出ないっている。今日も暑かった、暑かった。うん、ちゃんと日焼け対策しましたよ。お散歩リアチ。いろいろ熱々、本当ですか。リネさん、ハートありがとう。選べる。そう、ちょっと今日は最終日のタワーのお礼をしようと思います。はちみつゆず美味しい。タワーのお礼をしていきたいと思います。もしあの欠けてるとこがあったら本当に申し訳ないんですけど、でも結構何度か見直したので結構欠けてはないと思うんですけど、いきます。ちょっと順番とかバラバラなんですけどね。エムたちさん、タワーありがとうございます。いつもたくさんありがとう。このなんか猫ちゃんシールありがとうございます。そして広島コーパセリさん、パチパチパチありがとう。パチパチパチ8位、あ8位でね。広島コーパセリさん、くまちゃんタワー、くまちゃんありがとう。パチ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 ありがとうございます。パチ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 。そしてグラファンさん、レインボースタワーありがとう。レインボースタワーありがとうございます。パチ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 ありがとう。すごいタワーの数がすごすぎて本当に感動してました。書くたびに。広島カーパセリさん、タワーありがとうございます。応援してくれて嬉しいです。ありがとう。パチパチパチ。パセリさんありがとう。で、エムたちさん、めっちゃ可愛いタワーありがとう。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいだけ。パチパチパチ。そしてタツバラさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。パチ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 。そしてあだちさん、クマちゃんタワーありがとうございます。嬉しいだけ。パチ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 ありがとう。そしてトムトム、トムトムさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しいだけありがとう。トムトム、ありがとう。トムトム。次はエムタテさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとう。たくさん本当にありがとうございます。もう本当にたくさんのタワーの量がすごすぎて、私はもう言葉が出ないですね。本当に最終日はもう感無量でした。ありがとうございます。ヤシシさん、頑張ったタワーありがとうございます。頑張ったわ。そしてナリバーさん、ナリバーさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。ナリバーありがとう。マト嬉しいだけ。そしてエムタツさん、おししかかたんタワーありがとうございます。あ、ありがとう。こちらこそありがとう、ナリバーさん。そして山ひろさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しいだけ。私このシールね、めちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。このなんかドライフラワーのシール、ドライフラワーのシール可愛くて好きなの。あ、最近ね、そう、ネイルじゃないけど、あのマニキュア塗ってるんだ。このプクプク見えるかな、プクプク。ちょっとツヤがめっちゃあれですよ。めっちゃシンプルな手書きに見える。 M たちさん、レインボーサタワーありがとうございます。これもねめっちゃ可愛いよね、ドライフラワーみたいなシール、ありがとう。よしこたん、おししかかたんタワーありがとうございます。嬉しいだけ、嬉しいだけ。そしてサラマンダーさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとう。嬉しい、好き、ありがとう。
こちらこそありがとう、しこたん。たまたまハートありがとう。そしてやつさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しいのだ、嬉しいのだ、ありがとう、やしたん。ありがとう、やしたん。また話そうね、たくさん。いこたん、結婚してたわ、ありがとうございます。好き、好きですか、ありがとう、いこたん。そしてあつしさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。見て、すみっこ暮らし、シールかわいいでしょ。あつしさん、ありがとうございます。そしてやしちさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。これはすみっこ暮らし、白クマと猫、かわいい。すみっこ暮らし大好きなの。やしちさん、ありがとう、嬉しいだけ。ナムとマンプありがとう、嬉しい。花火さん、ミラーボールタワーありがとうございます。好き、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ダカパパピョン、レインボースタータワーありがとうございます。嬉しい、本当にみんなありがとうございます。もうみんなもう本当にどうやってお礼をしたらいいのか、もう本当にすごすぎて、本当にみんなありがとうございます。そして花火さん、レインボースタータワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう、嬉しい。そしてやしたん、レインボースタータワーありがとうございます。好き、これは柴犬、柴犬の豆柴かな、わかんない、この可愛いシール、ありがとう。グラバンさん、推ししか勝たんタワーありがとう。推ししか勝たんタワー嬉しい、ありがとう。よしこさん、トムトムハートありがとう。あつしさん、お城タワーありがとう、いつもありがとうございます。あつしさん、ありがとう、パチパチ。ホフマンさん、俺の嫁タワーありがとうございます。俺の嫁、ありがとう、ホフマン、ありがとう、ありがとう、マト。トムトムさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しいだけ。トムトムのアイコンの書いてみました、ありがとう、パチ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 、ありがとう、トムトム。花火さん、守りたいこの笑顔ありがとうございます。守ってください、ありがとう、ありがとう、マト。花火さん、そしてヤシさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。ヤシさんのアイコン書いてみたけどちょっと変でした。嬉しい、コウタさん、ありがとう。やちさん、頑張ったタワーありがとう、頑張ったわ、頑張ったわ、たくさんありがとう。トムトムハートありがとう。グラマンさん、レインボースタータワーありがとうございます。ありがとう、トマト、ありがとう、嬉しいだけ、嬉しいのだ。トーノーさん、ありがとう、ありがたわん、スター、嬉しい、ありがとう、とうのさん、嬉しいだけだよ。そしてやっぱさん、俺の嫁タワーありがとう、嫁、嫁ありがとう、やっぱさん、嬉しい。黒田花子さん、ありがとうございます、嬉しいだけ。そして水色の水星さん、レインボースタータワーありがとうございます、嬉しい、ありがとう、水星さん、ありがとう。エムタチさん、ありがとう、レインボースタータワーありがとうございます。本当にありがとう、数えきれないのタワーをありがとうございます、嬉しい。そしてからし大根さん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます、嬉しい、タケだよ。からし大根さん、ありがとう、好き、嬉しいのだ。広島カオパシリさん、お城タワーありがとうございます、嬉しい、ありがとう。パセリタン、ありがとうございます。パチ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 。花火さん、頑張ったわありがとうございます、頑張ったわ、嬉しい、本当にみんな、本当に数えきれないほどのタワーありがとうございます、ありがとうございます。そしてエムタツさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます、嬉しい。エムタツさん、本当にたくさんありがとうございます、嬉しすぎて涙が。ウルフさん、レインボースタータワーありがとうございます、ウルフさん、ありがとう、嬉しい。からし大根さん、エメラルドクマちゃんありがとうございます、
ずっと好きでいてありがとう。ボカルチ大根さん嬉しいだけ。そしてグラパンさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しい。パチ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 。エムタツさん、レインボースタワーありがとうございます。嬉しい嬉しいのだ、ありがとう。そしてすずまたまた、エムタツさん、レインボースタワーありがとうございます。リアチューありがとうなのだ。そしてラプダン、推ししか勝たんタワーありがとうございます。推ししか勝たん、推ししか勝たん、ありがとう。で広島カンパシリさん、めっちゃ可愛いたありがとうございます。嬉しいだけ、ありがとう。パシリタンありがとうございます。たくさん花火さん、守りたいこの笑顔タワーありがとうございます。守ってください、ありがとう。嬉しいのだ。大子さん、尊いタワーありがとうございます。ずっと好きでいてね、ありがとう。そしてエルフさん、エメラルドタワー、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。パチ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 。そしてエルフさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。パチパチパチ。シマウマかなこれ、え違う、え白クマなんだっけ、なんて読むんだっけ。そしてグラマンさん、レインボーサタワーありがとうございます。そして次は10、すごい、あのおみこしタワーの部ですね。本当にありがとうございます。ゆめたちさん、おみこしタワーありがとうございます。本当にありがとうございます。びっくりやっちゅうです。いつも応援ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ゆめたちさんありがとう。おみこしタワーびっくりやっちゅう、おみこしタワーにびっくりやっちゅうです。ありがとうございます。いつも応援ありがとう。嬉しいのだ。エムタツさんおめでとう、ありがとう。パンダちゃん、私の大好きなパンダちゃんありがとう。そしてグラファンさん、エメラルドクマちゃんタワーかける10、ビスイベント本当にありがとうございます。いつも お忙しい中応援してくれてありがとう。ずっと好きだよ、ありがとう。ありがとうなのだ、ありがとうございます。グラファンさんありがとう、嬉しい。あ、からし大根さん、たくさんお礼を書かせていただきました。ちょっともう読み終わっちゃったんだけど、たくさんありがとうね。ないかな、からし大根さん。からし大根さん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。こんな感じ、たくさんたくさんあった気がする。からし大根さん、ちょっと待ってね、探すので待ってくださいね。エメラルド、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。からし大根さん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しいだけ、嬉しいだけ、ありがとうなのだ。パチパチパチ。そしてまたまたね、タワーのね、おみこしタワーの続き、タカパパピョン、おみこしタワーありがとうなのだ。いつもありがとうございます。たくさん応援してくれてありがとう。これからもずっとずっと好きでいてありがとうございます。タカパパピョンありがとう。こちらこそありがとう、ありがとう。嬉しい嬉しい。彼氏大根さん好き、ありがとう。タカパパピョンありがとうございます。
嬉しいだけ。もう一個したわ。パチ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 。ありがとう。そして水色の水星さん、お城タワー ×10 本当にありがとうございます。皆さんの力で勝ち取ったベス掲載嬉しすぎます。感無量です。ありがとう。みんな本当にベスイベントたくさんのありがとうございました。なんかもう本当に嬉しすぎて夢のようです。リアちゃん推し本当ですか。リアちゃん推し本当ですか。シミアンさん嬉しい、楽しみだ。ありがとう。999パチパチパチ、ありがとう。水色の水星さんありがとうございます。みんな本当にビスイベント本当にたくさんの応援ありがとうございました。みんなにパチパチパチありがとうございます。本当にもう本当にすごいたくさんのものをいただきました。ありがとうございます。嬉しい、みんなにパチパチパチありがとう。ちょっと前髪が汚いから夢中。あ、トーノさんだ。トーノさんのたくさんありがとう。トーノさんありがとう。ありがとうわ。星のレンボスタとありがとう。もう結構先に言っちゃって、あった星とかね、ありがとうね。トーノさんタワーありがとうございます。これからもリア中心ありがとう。山平さんかわいい、ありがとう。パチパチ、みんなにパチパチパチ。ビスイベント本当にみんなたくさん応援してくれてありがとうございました。パチパチパチ、本当にたくさん応援してくれてありがとう。嬉しいだけだよ。ありがとうね。みんなひーちゃんアイドルもありがとう。パチパチ、みんなにパチパチありがとうございます。かじろこさんありがとう。みんな本当にたくさんの応援ありがとうございます。もうビスイベント2年連続掲載ありがとう。嬉しい。ビスイベント、ビスの雑誌に、引き続き去年に引き続き掲載させていただくことになりました。みんなありがとうございます。たくさんの面本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ハート楽しみですね。おめでとう、ありがとう。みんなのおかげで勝ち取ってこの掲載、はい、掲載嬉しい。ありがとう、みんな嬉しい。やった、ありがとう。からし大根さん嬉しい、たけありがとう。みんなパチパチパチ、遊びに来た。あ、おばちゃんやっほー、嬉しい。やっほー、さちかたやっほー、みんな来てくれてありがとう。ゆきゆきさんハートありがとうございます。やったー。やっぱさんありがとう。たくさんハート、性格が甘々のため、性格が甘いですか。甘々、みんなに甘々、たくさんありがとう。うれしいだけ、楽しみすぎます。みんなありがとうございます。うれしいだけ。今日もここ、本当ですか。さちかたありがとう。警察、嬉しい。たつばらさんありがとう。たつばらさんもたくさんありがとうね。エメラルドくまちゃんタワーありがとうございます。ありがとう、みんな愛してくれて。うちの兄のように嬉しくてな、うちは兄のように本当嬉しい。たくちゃんありがとう。ちょっと頭、そうなんですよ、私は頭よろしくないんですよ。たくさんありがとう。嬉しいだけ、嬉しいだけ。ありがとう、こちらこそありがとう。嬉しい、みんなありがとう。本当に嬉しい。あ、一個おたんだ。結婚してタワーを読んでた気がするのだ。あった、一個おたん、結婚してタワーありがとうなのだ。嬉しい、ありがとうございます。好き、ありがとう。一個おたん、レイちゃん後ろに向かい、え、嬉しい。推しで言ってくださいね、ずっと。いいことありがとう。結婚してたわ、ありがとうございます。よく覚えて、決勝はね、1位と2位の方が行くので、私はあの
もうここで終わりって感じですかね。みんなありがとうね、本当にたくさんビスのイベントをやってくれてありがとう。たくさんのすごいみんなの応援してくれて嬉しい。リア中晴れさんありがとう。では次の予選、なんかチャレンジ枠みたいなのはあるんですけど、もうちょっとさすがにやめようかなって。本当にもう私はもうこれ以上もいただけたらバチが当たりそうなので、もうやめときますね。これもうこれ以上いただいたらもう私はバチが当たる、なのでもう私はこれで十分。本当に今日もかわいい、嬉しい、ありがとう。リアチュー嬉しい。なんちゃい、さんちゃい、まだ参加してほしかった、嬉しい。でも本当に私もあの悔しい、ちょっと悔しい気持ちあるんですけど、でも大好きさんありがとう。そうさんちゃん、そうさんちゃんなの。リアピン大会にありがとう、みんな来てくれてありがとうございます。出た、ちゃんちゃい、ちゃんちゃい、ちゃんちゃい、はるさんといといありがとう。改めてお疲れ様、みんなもお疲れ様で、本当にたくさんの応援してくれてありがとう。ベスの掲載に別のんで、嬉しい。リアチュー応援したか、嬉しい、ありがとう、大好き。そんなこと言ってくれるなんて本当に嬉しすぎます。本当にそう、精神年齢が私サンチャイなんですよ。チャレンジコード、嬉しい。リアチュアよく頑張った、ありがとう。みんなもたくさん応援してくれてありがとうございます。本当になんかもう本当に本当に本当に嬉しいです。 T さんハートありがとう、夢中、嬉しい。みんなありがとうございます。もう本当に数えきれないのほどの愛をね、たくさんありがとう。リアチュー0歳になったし、リアチュー0歳になっちゃうかも。こんばんは、来てくれてありがとう。俺の中サンチャイ会、あ、空いてますか。でもサンチャイだけど圧を送るのは得意なんだよね。照井さんに圧を送るのは得意なんだよね。こんばんは、こんな3歳いたら誘拐、誘拐怖すぎる、警察警察逮捕です。あ、リアチュー、あ、エブタトゥーさん、ちょっとタワーのお礼を取り、まずこれからリアチューと、嬉しい、よかった、ありがとう、ありがとう。エブタトゥーさん、おみかしタワー、おみかしタワー本当にありがとうございます。リアチュー、リアチュー、びっくりやつです。本当にいつもありがとうございます。嬉しい、ありがとう。パチ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 、ありがとうございます。本当に肌見てこっちで、ダイタさんやっほー、嬉しい、来てくれて。エムたちさんありがとう、嬉しい、たけ嬉しいのだ、ありがとう。エムたちさん嬉しい、ありがとうございます。本当にベスイベントたくさんの応援ありがとうございました。パチパチパチ、たくさん応援してくれてありがとう。お忙しい中本当に、お仕事がお忙しい中本当にたくさん応援してくれてありがとうございます。こんな私にこんな応援してくれるなんて本当にありがとうございます。夢中ありがとう。夢たちさん、トヌさん、バラありがとう、嬉しい、嬉しい、バラありがとう、ハタありがとう。トヌさん、バラたくさんありがとう、嬉しい、嬉しい、タケ
ありがとうございます。待ってね、 M たちさんタワーのお礼が来てくれちゃったので、ありがとう、ありがとう、ハート、ゆいちさん、やっぱさん、ありがとう。 M たちさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しい、白クマちゃん好き、ありがとう。 M たちさん、本当にたくさんのありがとうございます。嬉しい、本当にありがとう。おじじかかた、ありがとう、嬉しい。アルフェス、楽しみ。アルフェスぜひお待ちしてます。嬉しい、ありがとうございます。足しかかた、山平さん、ありがとう。待ってね、いや全然そんなことないよ、本当にたくさん、また星しかかた、ありがとう、嬉しい。やめたちさん、エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。本当にたくさんありがとう。パチ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 、ありがとうございます。本当にもうたくさん応援してくれてありがとうございます。もうね、こんないただいていいのですか、こんなにいただいたいのですか、私は。本当にありがとう。タワーありがとうございます。いつもたくさんありがとう、ありがとう、タワーありがとう。守りたいかな、嬉しい、守ってください。みんなで全然そんなこと、そんな謝らないで、からし大根さん、謝らないで、本当に本当に謝らないでください。本当に本当に、私はもうこうやって配信見てくれてるだけでも100点満点だよ、120点満点、ありがとうございます。嬉しいだよ、ありがとう。エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しい、またおせしかかたん、ありがとう。守りたい子の笑顔、嬉しい、本当にたくさんのタワーありがとうございます。あと、エメツチさん、足しかかたんタワーありがとうございます。嬉しい、嬉しいだけ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、嬉しいよ。エメラルドクマちゃんタワーありがとうございます。嬉しい、本当にもう本当に数えきれないタワーの数で、私はもう圧倒されました。本当にたくさんの応援ありがとうございました。エムタツさん、リンボーサタワーありがとうございます。リアチュリアチュ、ありがとうございます。嬉しいだけ、ありがとうなのだ。さん、めっちゃ可愛いタワーありがとうございます。嬉しいだけ、嬉しいだけ、ありがとう、嬉しい、ありがとうだよ、本当に嬉しい、めっちゃ可愛くなります。エメタチさん、レインボースタワーありがとうございます。嬉しい、可愛いでしょ、私絵が苦手なんだけど可愛い。嬉しい、ありがとう。あれ待って、どっち行ったっけ、こっちか、あ違う、こっちか。レインボースタワーありがとうございます。嬉しいだけ、ありがとうございます。本当にたくさんのタワーありがとう。タワーありがとう、いつもたくさんありがとうございます。
本当に数え切れなすぎ。あと最後ねこれをねおみこしたわ。もう本当にこんな光景が見ることができて私は本当に幸せ者ですもん。おみこしたわ、ありがとう、ありがとう、マトパンダちゃんありがとう、ありがとうございます、キラキラキラン、ありがとう、本当にありがとうございます。プレゼント、プレゼントは100人のファンの方が欲しい。プレゼントか、なんかさ、そうやって言われると思いつかないよね。私エピヌっていうブランドの服が好きなんよ。ぜひ冗談です、俺が守る。さっきさ誘拐するって言ってたでしょ、だから怖いからちょっと遠慮しとくね。ハートありがとうございます。またビスイベントあったら、でもちょっと考えるかも。みんながでもねこんなにも応援してくださっても本当に私も出ていいのかな。ハートありがとう。のんたんかありがとう、嬉しい。のんたんさんありがとうございます。のんたんさんとは放課後ルームで話した記憶やっぱさん、リチャードさんありがとう、エムタツさんありがとう、プレゼント嬉しい、ハートありがとう。わかりました、本当に大丈夫よ、本当に冗談で言ったよ、本当に冗談で言ったよ。毎日大変、なんちゃい、ゼロちゃい。やっぱさんハートありがとう、嬉しい、嬉しいだけ、夢中ありがとうございます、あはは、はは、は、お腹が鳴るの、やっぱレディです、本当ですか。ちょっと待ってね、ちょっと事故ですね、本当に事故すぎるわ、本当に事故すぎますね、汚すぎます、本当に最悪です、本当に汚すぎる、もう本当にこれ本当に私もう本当に弱すぎます、このネジ誰にもか、本当にねちょっと汚い部屋が映ったんですけど本当に最悪、本当に最悪、やばい、あれ映ったかも、本当にやばい、やばい、やばいかもしれない、ちょっとやらかしちゃった、本当にやらかしちゃった。あ、でもこれ私の部屋じゃないからね、まあ私の部屋じゃなくてよかった、これはもう洗濯を取り込む部屋なので私の部屋じゃないですね、過去お兄ちゃんの部屋、お兄ちゃんが使ってないのでまあここで配信してますね、まあ、私の部屋じゃなかっただけで、そう配信用の別荘だからまだよかったかな、リアチの部屋じゃないの残念たまにあの緑のカーテンのはリアチの部屋でやってるって意味ね、リアチの部屋でやってる時は緑のカーテン、白壁はお兄ちゃんの部屋だよって覚えてくれてたらいいな。特定はされませんよ、全部リアチ、嬉しい、リさんプレゼントできるけど、プレゼント嬉しい、冗談で言ったのにありがとう、嬉しい。あっちの時間、あでもあっちはせづくり人形あるよ、取りに行くね、ちょっと事故らないようにしなきゃ、やばい本当に、よしちょっと取り行ってこい、本当に散らかしまくりの部屋だ、あー服片付けとけばよかった、おっからせ
ゆうなん、そうね、ちょっとなんかゆうなんたんらしいですね。ゆうなんたんはおちょこちょいちょいちょい、よし、ありがとう、嬉しい。そう、エピヌ好きなんですよ。エピヌとか、エピヌはでもあれも、でも結構なんだろう、よく、でもエブリンっていうブランドも好きかも。エブリンっていうブランドの服もよく買ってる気がする。エブリンよくわかっ、好きですね。エブリン前大阪行った時にエブリンの店行ったんですけど、可愛くて。エピヌめっちゃ可愛いですよ、本当に。エピヌ、エブリンとかを、でもナイスクラップは本通りにあるんですけど、普通によく行くから、よく、めっちゃ可愛いです。ナイスクラップも結構値段もそんな高くなくて、エブリンってそう、ナイスクラップも本通りなんですけど、全然もう普通におね、もと、お求めやすくてね。バスケの選手じゃないですね。エブリンとエピヌ、そう、可愛くておやすみな、ね、めっちゃ可愛いんですよ。ナイスクラップとかもよく行く。そう、ナイスクラップの今カバンが新作出てるんだけど、リボンがいっぱいついてるやつ、あれも可愛くて気になってる。本当にナイスクラップはもうめちゃめちゃずっと年中可愛いのが出まくってる。めっちゃ本撮りにもあるから本当に。でもエブリンとかないんですよ、本当に。大阪とか東京とか名古屋とかじゃないとないから、エブリンは貴重。エブリン広島に出て、できてほしい。大阪のなんだっけ、あそこヘップファイブみたいな、ヘップファイブみたいな、ヘップファイブっていうお店があるんだけど、そこにいっぱいいろんなブランドの服がいろいろあるんだけど、そこの、多分そこヘップファイブはもう本当に店がいっぱいありすぎて、多分一日中入れるぐらい。そうだから、もうヘップファイブの近くに引っ越したい、私は。いいよね、い、あの、その何、家の近くにもそういうのできてほしいな。そのヘップファイブ店第2号、ヘップファイブ店第2号広島店できてほしい。逆にリア、お店がリアちゃん、あ、なるほどね。でも大阪はね、大阪から STU の活動するの結構厳しいんですよね、大阪にね。東京では買わない。東京でも意外と遠くて、広島から。そう、あまりね、プライベートでは行かないかな。大阪はまだ行ける距離だよね、広島からだと。そう、大阪、大阪で思い出したんだけど、本当に前にかなおちゃんと大阪旅行したんですよ。あと、そう、友達とね、友達とかなおちゃんと私で大阪旅行したんですけど、その時に本当に歩きすぎて、次の日もう足がめちゃめちゃむくんでてびっくりしたっていう話変な話、なんか歩きすぎて足がパンパンだったっていう話、びっくりした。名前変えて、嬉しい。友達ね、そう、友達、A子さん、A子ちゃん結構ハードル高いと思って、あ、確かに普段、普通の高校生だと行かないか。してると旅行行ける友達、そう、そうなんよ。かなちゃん歩くの朝早そう。何歩ぐらい歩いた、何歩ぐらい、でも結構歩きました。最後3日目、2日目がよく歩いたかな。
最終日結構歩きました。さ、最終日はまずまあホテル出て、でまあどこで待ち合わせしてたっけ、東大阪じゃない、違う、東大阪じゃないあそこ、あそこの新大阪、新大阪だったっけ、新大阪で待ち合わせして、でそれで何したっけ、最初新大阪で待ち合わせして、違う、アサイ食べようってなって、かなおちゃんと、そうで、アサイを大阪で食べて、そのアサイの店に友達が来るみたいで、そうアサイの食べる店で集合して、でそこからアサイ食べて昼ご飯食べようってなって、そうヘプハイブに移動して、そうそこで串カツ食べて、まあ、それでめっちゃ食べてばっかでしたこの時。それでまあいろいろヘップファイブいろいろ見たりして、でまた新駅戻って、抹茶の店、イエモン、ん違う、なんだっけ、なんか抹茶の店行ったんですよ。でまた串カツ食べたのに、もう本当に1時間ぐらい経ったかな、そんぐらいで抹茶で抹茶フロート飲ん でそこで結構いろいろ話したりして、でその後まあなんか新大阪かな、大阪駅かな、忘れちゃったんだけど、芝生のスペースがあって駅に、そう芝生でまあくつろいて、でその後あの梅田スカイビル一回行ってみて、でそれで一回また戻ってきて駅に、でそして一回難波行こうってなって、あそこに大阪の食べ歩きのグリコのとこ行って、そうグリコ行って、でまあ結構すぐ帰ったかな、食べて結構すぐ帰ったかな、1時間も歩いてない気がする。そこでまあちょっと少しだけ食べ歩きして帰ってというか駅に戻って、そう道頓堀、そう駅に戻って、で梅田スカイビル行って、梅田スカイビルで抹茶のソフトクリーム食べて解散みたいな感じですかね。食べ歩きはフルーツ飴食べました。フルーツ飴食べた、私はたこ焼きは食べんかったんよね。めちゃめちゃ楽しかった、たこ焼き食べんかったんよ。そうお腹いっぱいで、もう重いものいらなくて、あの飴も結構重いんですけど、結構味が濃いものがあんま欲しくなくて、ソースとか結構味濃いじゃないですか、だからちょっとフルーツ飴にしようと思ってフルーツ飴食べました、食べ歩きで。そう、あ、うちの彼氏さんが結婚して嬉しい、私のことずっと好きでいてね、こんばんちょ。本当に大阪楽しかった、めちゃめちゃ歩いた、大阪マスターできそう、東京はマスターできる自信はないけど大阪マスターできそう。抹茶味で梅です、そう梅ですスカイビュー、そうめちゃめちゃ美味しかった、ぜひ行ってみてください。そう安住さんとくるくるさんも言ってたね前に、広島マスター、およすごい、カムクラのラーメン、ラーメンいいの、ラーメン食べてないの。そうユニバも本当に楽しかったな、本当にもう食べてばっかりでした私たちは、本当にユニバで、ユニバ何したっけ最初、なんかその日結構雨が降る予定で、そのなんかバス着いて、まあ最初ちょっと待ってね、大阪の旅行の話するね、まあ、広島から大阪までバスで行って、そうバスで行って、それでどこで降りたっけ、あの桜島駅みたいな、どこだっけ、違うホテルで降りたんよね、あのホテル行ったんよ、
ホテルで降りたんよ。でそのホテルでまあちょっと朝そのホテル着いたのが6時ぐらいで、そこのホテルで温泉入って、そう温泉入って、でその温泉出て、そう一回ホテル向かったんですね、ユニバ行く前に。でその時も土砂降りで、もう本当に土砂降りのジャージャーだったんですよ土砂降りジャーって感じだったんですけど、そう本当にあのユニバもうジェットコースター乗れないねみたいな話してたんですよ。そしたらちょうどもうお風呂割って、まあいろいろホテル一回ホテル行って、そしたらなんか雨が止んで、そう本当に運ですね、ホテル止んで。それでもう歩いて、ホテルからめっちゃ近かったので普通にユニバ歩いて向かったんですけど、そうユニバ結構でも人いたかな。ユニバ行って、でまあ最初に最初何したっけ、最初カチューチャだっけ。リュウチュウさんの嬉しい、そうですかね、うん使い果たしちゃった。カチューチャだから最初でも雨が降りそうだから、予報的に雨が降りそうだからジェットコースター乗ろうみたいな話して、最初ジェットコースター乗ったんですよね。なんだっけ、あのこう一番怖い、あ私史上です、あのバックドロップ乗ったんですよ、ユニバの。そう、その後も結構いろいろ乗ったんですよね。あ、すみきた、ワールタン、やっほー。まあ、そこでいろいろもうジェットコースターにめっちゃ乗って、あのジュラシックワールドのにあるやつも乗って、でその後なんかちょっとなんか食べようってなって、お腹空いて朝ごはん食べてなくて、そうお腹空いたなー。ミニオンの店行って。んですよね、ミニオンの店で、まあ、食べたんですよね。私はそうあんまり、あのかなおちゃんが食べて、私はドリンク飲んでたんですよね。ドリンク飲んで、でその後、まあ、いろいろ写真撮ったりしようと思って、雨が止んでるうちにあの写真撮ったりしようってなって写真いっぱい撮ったりして、まあ、また乗り物たくさん乗って、何食べたっけ次、ジョーズでサメ肉ナゲットみたいなの食べて、でそれでミニオンとかいろいろ行ったりして、マリオのケーキみたいなの食べて、イチゴのケーキとか食べて、あと何食べたっけ、いろいろ食べた気がするな、たくさん食べました、ユニバの日。夜も結構食べた気がする、本当にチートデーでチートすぎました。あ、からし大根さん結婚して、リアチのことずっと好きでいてくれる、リアチのことずっと好きでいてくれる、リアチデビューかいて、ユニバ本当にユニバのなんかないかな、今度なんか、ね、スペイベとかでユニバとかあったらいいなスペイベユニバたまにはね、そうチートデイでした。本当に太ってたっけ、でもそんな太ってなかった気がするよな、体重計乗ったら歩いたからかな、あんまり太ってなかった気がする。この前本当に私のこともっと好きでいてくれよ、ユニバユニバライブいいね、本当嬉しい、チートデイ大事ですよ、精神安定って感じ結構ねチートデイ大切だよね。え、そうなの、またね結構ユニバとコラボするのも結構 お金あの大人の授業的にコラボするの難しかったりするんかね。ぜひとも場所はね、ユニバライブといい、ユニバライブしたい、アイドルをありがとう、お芋タンハートありがとう。今22分、やばい、そうそうじゃん、壇上じゃなくて充電しなきゃやばいんだよね、そろそろ。私いつもギリギリな人で、もう本当に充電いつも 5% とか 3% になるまでいつも充電しないんだよね。
だからいつも残り 1% だったりする。え、すごい、ミラボールありがとう。ウェイマンさんありがとう。あ、ウェイマンさん久しぶり、昨日はありがとうね。昨日これウェイマン、ウェイマンポーズウェイマンさんがお見送りの時にこれやったから名付けてウェイマンさんポーズリエチはナイトクルーズね、やりとナイトクルーズ、ギリギリリアチュな、ギリギリなリアチュのうち、本当ですか。バジルスパゲッティいいね。いつも私はだいたい 1% ぐらいになったら充電する人です。もしくは充電がバチって切れて充電するタイプです。夢中、1%ギリギリすぎる。ずっとりあえず7時。本当ですか、嬉しい、嬉しいだけです。それは嬉しいだけ、ありがとうだけも。みやちゅう、やっほー、チュール、よろしくチートずりやすい。え、本当に私も最近よろしくチートでハマってます。チートでやっちゅー、充電治療になってる人ね。え、私もたまにそういうのあるよ。あ、本当に私もギリギリなのね。ももがいるね。本当にお帰りなさいませって感じ。携帯にはギリギリまで粘った方が便って。あ、そうなんだ。私もねギリギリまで粘ってます。ご丁寧で優しい。結構なんかね、充電寝る前に電源切った方がいいみたいな聞いたことあるんだよね。バッテリーには優しいんだ。でもなんか私たまに充電しながらスマホいじったりするんですけど絶対良くないですよね。三好から、お、三好、え、かなちゃんインスタ始めたの。リア充ね、かなちゃん結構インスタ始めるの苦労してた。結構ね、そう、始めるのも結構ね、いろいろ大変で、いろいろ許可得たりねするの大変なんよ。なんか毎日投稿できますかとか結構言われるんだよ。毎日投稿私できない気がする。なんか毎日投稿しないとなんかダメみたいな私にはできるのかなーって思って。私はできないかも。やりたい気持ちはいっぱいあるんですけどね。寝落ちちゃん、リュウちゃん写真集見てくれますか。充電しよう。あ、ね、だよね。やっぱ名前に組み込もうとする。あ、やっぱ、やっはー、ホタテ様ありがとう、来てくれて。やっぱアライリアさん、やっぱって、やっぱさん有名なの。結構笑ってそう。なんかいろいろ、結構かなちゃんも結構前からインスタやりたいですって言ってたんだけど、なんかなかなか許可が下りなくてみたいな感じだったと思う。あと、ありがとう。そう、毎日ね、知る、ね、して、できるのみたいな聞かれてた前。みんなインスタ、ね、したん。ファンメール？え？どのくらいだろう？送れない。ちょっと、今日送ろう。ちょっとやばいですね。送りますけど。100冊か。本当に？リエチュの写真集、需要ありますか？リエチュの写真集、需要あるの？プレゼントした。プレゼント、確かに。3本のサポーターさん、ありがとう。なかなか苦労してたよね。サポーターさん、ありがとう。やばい。メール送ります。やばいです。本当に、いつも。写真集か、本当？写真集。150冊？え？だって1冊4000円ぐらいするよね。え？
ちょ、怖いから計算してないとか。ジェシカ知り合いに行くね。飛びように入れる本当？それは私が20歳ぐらいになったからかな。20歳ぐらいになったら写真集出すかもね。写真集レインボーさんありがとう。高校卒業待てない17。でもなんか抵抗あるな。写真集一番卒本当ですか。ちょっと抵抗あるな。スクミズで一冊買います。一冊買いますか本当ですか。スクミズマイキューさん買ってください。ぜひ何でも出しますよ。スクミズでも何でも。私はどうなんでしょうか。どうなんだろう。私買って出すのかな。出したい。私 JK のうち早いな。ありがとうありがとう。ライブありがとう。私ちょっと勇気が出ない気がする。マイキューさん写真集赤フラちゃんへ。あ、行ったんですか。終わったですか。いいな赤フラちゃんへ。嬉しい。あばばばば。充電できたかな。お、充電できた。危ない危ない。あと 6% だった。 JK のうちに水着なし。最近でもスクール水着なんか着てないな。高校生で水着スクール水着の水着の授業じゃない、水泳の授業なかったからな。水着の授業やばい、間違えちゃった。水泳の授業で写真集全然売り子。やってみたいです。めちゃめちゃやってみたいです。ウェーマンさんありがとう。ミラーボール嬉しいだけ夢中。充電、そう充電が。こんばんは。これがウェーマンのブレディオマン水着の話題。あ、なるほど妨害で。あ、なるほど水着の禁句ですね。たまに止まるけど。コスプレ送ってもいい。プレ送っていいよ。よかった。あとよかった。水着をプレゼント、水着プレゼントってしていいの？水着、あのいいんかな水着って。疑問点。私気になる。水着っていいんかな。一生分の水着やばい。
いいんかな、水着送るっていいんかな、水着ないかハートありがとう、いかんけさすがにないか水着はないでしたまあそりゃそうだよね、水着 NG、 スクール水着も NG なのか、恥ずかしくてまだ見れない、出てても見れない、リュウチュウの水着の新種が、新種が出ても見れませんか、え、でもどんな感じなんだろう、キャミソールすら、そうなんだ、スクール見る5種、ああるんですけど多分ちっちゃいですね、パツパツですね、写真集、メイド服持ってないよ、メイド服、いや私コスプレできるかな、恥ずかしすぎてできないか、スコア髪です、本当ですか、露出多めのコスプレもした、そうなんだ、初耳だそれは、変装されてもいらないよねコスプレコスプレの衣装変装されてもパツパツのスクール水着は嫌ですね、でも逆にゆるゆるよりマシなのかな、ゆるゆるより安全ゆるゆるよりあ面白い、何の話してるんだろう、ゆるゆる危険、パツパツゆるゆりそうパツパツもね、なんか赤ちゃんポンポで買った服、あ、いります、嘘、待ってちょっとつかないか、ゆりゆりは需要高いっつ、お、本当ですか、危険、ビキニの方が似合う、え、嬉しい、まだ私はちょっともう大変、私はどちらかというとお腹より足につくタイプなんで、その悲しい、前は絶対や、いやでもあの写真集したいって言ってない、写真集したいとは言ってないんですけど、やっぱ抵抗がありますね、バブバブホンプめっちゃ遅いよ、そんなことないの、バブバブホンプ赤ちゃんポンポ、あウェーブって言うんだ、足につく人、いやプレゼント、えー嬉しい、そんなからし大根さんから送られた服は一生着ますよ、嬉しい、足は太めの方がいい、そうなの太っちゃうじゃん、そんなみんな甘いんだから気持ちがハードさ、いやいや、まだ私出さないよ、私は出さないよ、本当に出さない、出さないよ、しちゃう感じ、いやしないよ、私はしない、エピヌの服、嬉しい、私大好きですエピヌのブランド、甘やかし隊の集まりですから、私そんなん言ったら太っちゃう、私太っちゃう、デブ中になっちゃう、デブ中、スカートはよく着ますか、スカートでも最近は履かなくなった、見て、紹介するの忘れた、ありましたよこれ、なんかさっき前コメントでなんかこれありますかって言ったら、まだあるよこれ、懐かしの首振り人形これお兄ちゃんが作ったんですけど、本当に面白いですよね、本当に面白い、リエチュが作ってないよこれ、お兄ちゃんが作ったんで、次回 NG 共演 NG ですリエチュは3人兄弟、これは
これは私確かにサリーの目が微妙ですね。なんでここに目つけたんだろう。ひび割れしてる。なんかしかもこれお兄ちゃん作です。ちなみにこれは私ですね。これ私ですね。あれこれ今のいいんかな。ちょこれ NG かもしれない。ちょこれやめとこう。ちょっとやめときます。よいしょ。味がある顔本当？え、これいいんかな？もういっか。かわいい。結構ねこれでもなんかこの美術の授業でなんか鑑賞タイムっていうのがあるんですけど、なんか良かったなって思う方の作品を書いてくださいみたいなあるんですよ。鑑賞歩いて回ってなんか良かった人の名前を書くんですよ。でそれでまあその良かった、まあ、手紙とか手紙というかその人に感想メッセージを送るんですよ。それでまあもらうんですよね感想メッセージを。それで感想メッセージが3枚ぐらい届いたんですよ。これ私のなんかその素敵だめっちゃいいと思いますみたいなメッセージが 3枚も届いたんです。3人の方から。そうこのフワちゃん人気でした。その方ちょっとこれはちょっと私ちょっとあれかもしれない、抵抗があるかもしれない。あでも結構剥がれてきちゃった。やばい剥がれちゃった。ボンドでくっつけなきゃね。クラゲヘア？高めのクラゲヘアなんかな。でもさいいのかな今やって。今なんか公園でフワさんの髪型にしました。炎上しないかな。あ、ポニョに似てる。私これ好きですよ、お兄ちゃんの。これね、ザビエルだそうです。頭が綺麗、見事にテカってる。目が見事にテカっておる。私に似てる？似せました、冗談です。なんかビームが出てきそう目から。今にでもなんか玉でなんか目ん玉が出ちゃいそう。ちょっと塞いどくで。おでも結構中に入ってきた。志村さん確かに確かに。なんか目がやだ、これ目がやだ、目がなんか目がやだ。なんかザビエルアイコンこれダフンダ似てる。今日からこれで配信しようかな。こんにちは、志村けんです。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 あいーんあいーんダフンだ。あいーんダフンだ。変なおじさんたら変なおじさん。あ、変なおじさんたら変なおじさん。そうです。
んだっつ。ダフンだ。ひとみひとみじいちゃん。かわいいかわいい。もうさすがにちょっと今来た方びっくりさせちゃうのでちょっともうやめときますね。ファミナ推し物プレゼント欲しい。え、嬉しい。じゃあこれプレゼントしますね。ファミやりたい。確かに本当ですか。こんなひび割れの、あ、これはお兄ちゃんだから、これならこれもいいですよ。これプレゼントしますよ。私物プレゼント。いいね、私物プレゼント。来年もしあの夏にお話し会があったら、でまた縁日があったら私物プレゼントでこれあげますよ。今年もあったじゃないですか。なんか勝ったらティッシュプレゼントとか。そう、くじ抜き参加します。本当ですか。もし来年の夏にまた縁日があって今年みたいなことがあったら、これもう何十分の1でこれが当たります。でも確率はめちゃめちゃ低い。これが当たります。スリーナで言うんだけど、やっちゅう。あ、アヨンさん、ヤッホー。公式グッズ化いいね。でもさ、公式グッズ化するのちょっとあれだよ。あ、これ公式グッズ化する。あ、でもポーズは一応ザビエルなんよ。あれ、これ著作権あるのかな。これ著作権あると思う。これ著作権あるのかな。著作権がなかったらこれはいけるそう。兄に著作権。確かにお兄ちゃんに著作権。確かにザビエルなさそう。確かにザビエル自体はないけど、お兄ちゃん、ザビエルくん。フィギュアいいね。これじゃあ来年もしあったら本当に出そうかな。来年あったらだけど本当に出しちゃおうかな。生写真ゲットした。え、嬉しい、ありがとう。もし本当に来年、今年みたいになんか私物プレゼントも本当はできたんですけど、うん、私物プレゼントにしようかな来年。めちゃくちゃ嬉しい。人形いたぞ。私物プレゼントしたい。いらないかもしれないけど。私の服とか T シャツ。ハンカチも。私、そう、ハンカチ、私がもう5年とか4年ぐらい作ったハンカチの私物プレゼント。欲しい。木戸さんありがとう。服あかん。服
はダメか。服は二等賞、一等賞はザビエルくんで、二等賞はハンカチ、ハンカチ、もうもう年金の入ったハンカチ。服は事務所に、確かに。え、そうなんですか、オキさんスカートプレゼント、すごい。超でかいです、例の、あ、妹のスヌーピーの 3L T シャツですか、それでもいいよ。多分今使ってない、多分どっか行ったと思う。多分妹本当に管理してないので、ちゃんと服とかも、だから多分どっかにあると思うんですけど、多分今んとこ妹の棚には入ってないよね。そう、 3L の T シャツ。なんかそう話すと長いんだけど、なんかお店でなんかスヌーピーの可愛い T シャツがあったんですよ。そう、おばあちゃんと出かけて、でなんかパジャマになんかスヌーピーの T シャツおばあちゃんが買ってあげるよみたいな買って、そう、それがなんか衝撃のなんか 3L か 4L だったっていう話なんですけど、そう、私より小さい妹が 4L の T シャツ 3L の T シャツ買ってて聞いた話。あの、ワンピースなんよ。夏休みの宿題ポーズ絵に違う？妹ね、本当にびっくり、サンエルの T シャツ、ズボンがいらんかった、本当に。妹は2個下ですね。絶対いらないようなスヌーピーのサンエルの T シャツを買ってた。今は行方不明、多分どっかの、多分あそこにあるのか、あのクローゼットなんか押しつぶされてる気がする。お兄ちゃんは2個上です。ニコニコです。ニコニコ違い、ニコニコロック下で入る。6個下で入りたいらしい、ニコニコ。そう、16歳、そうなんよ。でまだ15歳なので、あと1ヶ月後で 10時までできる。そう、兄中いたい、そうなんよ。3人兄弟なんですよね。受験生なんよ、そう。そう、家でもずっと勉強してる。本当にすごいですね。私とは真逆だ。本当に私は全然勉強しないんですよ。本当におバカちゃんなんですけど、お兄ちゃん真逆で、本当にもう夜もう朝早くからもずっと勉強してます。私はもう課題だけやればいいかな、いいって感じですね。私はおバカちゃんなんで、多分1億人にバズれんの見たら、1億人にバズれんのっていうアベマの、アベマさんのアベマ TV で見ればわかるんです。1億人バズれんのっていう番組見たらわかると思うんですけど、多分私はちょっとおバカちゃんなんですけど。お兄さん似てます？え、どうなんだろう、似てない気がするな。ゆいにゃんとどっちが勉強しないんだろう。え、お兄ちゃん、私は本当にもう、お兄ちゃんはゆうにゃんもなんか前、なんだっけ、いつかだっけ、すごい勉強めっちゃしてた、すごいなと。私はしない。雨のやつ、楽屋とかで課題やらないです、絶対。家庭とかなんか高得、え、そうなんよ。でも副教科はなぜか知らないけど高得点。そう、英語もめっちゃ簡単で、英語のテスト簡単で、そう、英語の 点数も89点だったんですよ。かっこ中身簡単。89点、家庭科と英語が89点でした。
そう、めっちゃ簡単です。ちなみにめっちゃ簡単なんよ、もう中学1年生のテストって感じ。そういえば数学は、まあ数学はもう本当にもうシークレットって、もう聞かない方がいいと思います。数学とかも国語とか、あ、社会とかもう本当に聞かない方がいいと思います。私も本当にもう絶望的なので、もう NG ですね。国語もちょっと NG でした。はいはい、本当に NG でした。本当にもう NG です。もう本当に絶望的でした。はい、ご教科合計、うん、 NG でお願いします。あ、ウエマンかわいい、ありがとう。ウエマンさんかわいい、ありがとう。中学世界、え、ちょっと NG なの、私ちょっと勉強とはちょっと NG ってお願いします。ちょっと勉強 NG 勉強 NG なんですよ、私。勉強 NG、 ちょっと勉強とはちょっとあの NG、 ちょっと触れること NG なんですよ。私もう本当に勉強ねしなくても生きていけますから、まあ、あ、数学はまだ受けてないんですよね。数学まだ受けてないんですよ。多分私まだ数学受けてないんですけど、もうあとちょっとでテストなんですけど、まあ、全然もう勉強とかもしてないですし、まあ、ノーベンっていったとこですかね。ノーベンな女なので本当にね、ハートありがとう。リチャードさんありがとう。家庭教師になりたい、家庭教師になってください。私は勉強する気がないのですが、家庭教師ね、待ってます家庭教師、はい、頭良さそう見た。あれは問題が良くないんですよ、本当に。問題が本当に難しくて、もう本当にもう問題がダメです。本当にダメなの、本当に。でもその時私はそう、なんかまあ言い訳タイムに入っちゃうんですけど、とにかく問題が、まあ習ってない問題がありましたですね。はい、難しかったです。はい、問題がねちょっと難しかったですね。はい、難しかったんですよ。でも自信はあったんですよ、本当に。全部埋めれて、もうこれは結構な確率で当たるんじゃないかなっていう自信はあって、でもダメでした。私は自信はあるんですけど、本当にダメでした。逆に本当にもう私は勉強向いてないです。あと2分ですか？もうそんな時間ですか？誕生日見ます、ごめんなさい、もうこんな時間でしたか。早い、みんながコメントしてくれて楽しませてくれてありがとうございます。13位、やっぱさん、ありがとうございます。12位、ひらりはっとさん、ありがとうございます。11位、はるさん、ありがとうございます。10位、たつばらさん、ありがとうございます。9位、りえちゅうの夢中のからしねこさん、りえちゅうのからしねこさん、嬉しい。8位、おいもたん、ありがとうございます。7位、のんたん、ありがとうございます。6位、やしたん、ありがとうございます。5位、よしこさん、ありがとうございます。4位、三本の矢のサポッタさん、ありがとうございます。3位、トンノさん、ありがとうございます。そして2位、ウエマンさん、ありがとうございます。
北一は M たつさんです。ありがとうございます。みんなたくさんありがとうございます。嬉しい。気が違った。嬉しい。ありがとう。もっと勉強します。日暮らし、ありがとうございます。みんなおやすみ。ありがとう。バイバイ。あ、ちょっとメール送りたいんですけど。あ、やばい、いけるかな、メール。バイバイ、ありがとう。メール書きます。